幼稚園時代に考案したささみベーコンの作り方です。ささみの筋の左右に切り込みを入れてからひっくり返して包丁を当てながら筋を引っ張って取り除きます。アルミホイルを25センチくらい切り、ベーコンを乗せて、ささみを置いて塩、胡椒してからベーコンで挟みます。ささみベーコンを中央に置いて、アルミホイルを丁寧に畳んで包みます。あとはオーブントースターで15分焼けば完成です。幼稚園の時に思いついて母親によく作ってもらっていました。シンプルなものなのでアレンジしたものもご紹介します。その他にカレーの恩返しを振りかけたり、トマトソース&チーズなどなど、いろんな味で作ってみてください。わー